はい、始まりました。おはろうみちゃんです。今日もね、ちょっとね、どうしようなのか風邪なのかよくわからんけど、なんかね、大変な感じになって支配された町で生き抜く人々の物語だ。マジかよ。で、人間、あ、死んでた人間が走ってる。犬もだけど、猫はいる。恐ろしい世界だが、我が輩絶対来てくれんぞ。そのまま見てる気がついたじゃないか。テレビ見た？斎藤なんて悪いやつだったのか？言われればそうだよね。俺からそう思ってたけどね。ただの戦闘でしょ？自分勝手だよね。昨日テレビを見ましたね。ほら、残す探偵のゲスト。いやよね、怪盗だなんて。あ、でも放送討論番組、あまり好きでしょ。人の心を変えるとか、そんなオカルト、なんて真剣に論議できる。残す探偵っていうのは気楽さいし。何より探偵だなんて、怪盗だなんて言うわけないじゃん。でもうちの子は怪盗がいるとか、探偵すごいとか言い始めちゃって、子供は感覚されやすいですし、ああいう低俗な内容を規制してもらわないと、まあ、私、電話もらえてない、もらえてみてやっぱ見たいな。上がる。俺だって絶対テレビ見つったよね。あまりテスペット共演とかやるみたい。お子さんが調べて探偵とかすごすぎでしょ。昔いた探偵王子と冴えないって言われてるし、頭よくイケメンとかできすぎだよ。すごすぎ。奇跡を冴えられてて、頭の巻きつく目の前に一応失敗したよ。デートコードの制服が闇なく闇なく似合うというか、出し方も落ち着いてるし、さすがの一言だもん。でも天外孤独の学生らしいんだよね。もう人間として作りが違う。窃盗事件の捜査は高校最後の俺に作りとか見とけ見てこう言ってるよ。誰が言ってんの？じゃあ大罰の御曹司って噂聞いたけど、それよりさ、メディア嫌いって国家と高くない？どうせは趣味に没頭してるだけって感じで、ゼリーでもすごすぎて警察に駅多いって噂まであるくらいだし、てか世論のさ、波響を聞くとぼやがまたさ大放送されるっぽい。見なきゃ。でも昨日の探偵ムカつくぜ。俺たちが脅威だ？だったらてめえは助けられんのかよ。誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。あんた声でかすぎ。
だよ。どうせみんな似たような話してんだから。逆にコソコソしてる方が怪しいだろ。てかさっきから一人でポリ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 食いやがって。ちょっとよこせそれ。ごめん、今のでラスト。のんきすぎるぜ。警察が動き始めたってのに。本当なのかな。このまま続けて大丈夫だよね。警察怖くて怪盗やってられっかよ。けどパレスに変な奴がいたり、よくわかんないこと多くない？あは？楽しそうだったから羨ましくて。また取り調べ？つか俺たち何も知らねえし。どうして取り調べだって思ったの？もしかして何か隠してる？困ってることがあるなら相談に乗るけど。そんなに内申点欲しいんだ？けどそりゃそうか。生徒会長なんて面倒な仕事、そうじゃなきゃやってらんないよね。何それ。生徒会長のあんたならさ、鴨志田のこと知ってたんじゃない？そんなわけないじゃない。だって先生、あの日までは本当にいい先生で。まあでも生徒会長って先生たちの味方だもんね。じゃあ、あなたこそ友達として何をしたの？私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの？何もできなかったよ。私一人じゃ何もできなかった。大きい声出さないで。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。誰かさんよりよっぽど頼りになるし。授業ちゃんと出なさいね。さっきのあれ取り消すよ。続けて大丈夫かなって言ったこと悔しいよ。このままで終わるなんてさ。当たり前だ。そろそろ次の大物見つけねえと。勢いでレスが増えてるな。だが俺たちに否定的な意見も目立つ。目的も手段も不明な犯罪集団。正義を語って好き放題する連中か。明智のせいか。テレビの影響すげえ。否定するのは勝手だが、影響だけされてケチがつくのもな。信じてくれる人せっかく増えだしたのに。また大物やりゃ済む話だろ。で、次の大物の目星は？まだ見つかってねえ。くっそ、イライラすんぜ。つうか、お前何そのでけえバッグ。あ、寮を出た。不潔な上に騒がしすぎる。あそこで芸術は生まれない。いや、どうすんだよ。あのあばら屋も嫌なんだろ。これから高牧さん、いや、アンの家、手土産も用意した。ご両親のお口に合うといいが。は？ダメに決まってんでしょ。バカな。お前がな。手持ちの全財産をはたいた和菓子が。そこじゃねえから。ほんと、どうすんのよ。てめえから無理だって。それに親も絶対許すわけねえし。ユウスケは大事な戦力だしな。我が輩が一肌脱ごうじゃねえか。よし、うちに来い。汚いところだが寝る場所はあるぞ。お前が言うな。喫茶店だっけ？前から気になってたんだ。四茶って近いよね。しかも駅徒歩1分。今からそこでパーティーやろうよ。まだらめ会心記念パーティー。おお、いいな。こいつの歓迎会も兼ねとくか。
決定。世話をかける。ああ、俺布団派だから。ご主人の説得はよろしく。じゃあ。古くせえな。嫌いじゃねえけど。人はそれをレトロという。ん？友達か。お邪魔します。女の子まで。いつもお世話になってます。世話かけられてますの間違いだろ。むしろ助けられてますよ。座りな。おごるよ。お前は手伝え。酸味が深いな。そっか、思い出した。ルブランって昔の話さ。マジか。どれ一口。ガキの頃はコーヒーなんて飲んでなかったしな。友達なんだろ。ここじゃなくて部屋行け。部屋見たい。ただの物置だけどな。なんかまだ逃げ。ごちそうさまでした。この階段だな。あ、コーラごちそうさんです。ああ、名前。高巻です。高巻アン。アンちゃんか。可愛い名前だな。彼氏いんの？いないっすよ。おい、早く来いって。なんかここすげえぞ。行っといで。あ、はい。コーヒーごちそうさまでした。あ、もうモナバッグ置きっぱじゃん。いい子じゃないの。どう思うよこの部屋。ツッコミどこしかねえわ。別に普通じゃないか。マジかよ。あ、な、やばくね。思ったより片付いてる。はあ？まあ適当に座れや。俺たちの話で持ちきりだな。信じていた連中までテレビの発言の影響を受けてしまっている。明智って野郎のせいだ。聞かれるぞ。声は落とせ。これじゃあみんなに勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ。我が輩たちの正当性を世間に知らしめておかないとな。そろそろ次の大物に行った方がいい。というか、もともとその話がしたかったんだろ。あ、まずは候補を探ろう。つっても大物ってなるとなかなか見つかんねえんだよな。誰か心当たりあるやついね。なし。右に同じ。どうするよリーダー。見てるっつーの。でもこれって情報はなんもねえ。っていうかあれ、世間が大騒ぎするような大物のネタとかないしね。くっそ、これじゃ明智の野郎に言われっぱなしじゃねえか。なんだ。すまん、昨日から何も食べてなくてな。なのに全財産で菓子折り買ったの。いくらだったんだよ全財産。じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしかないってことで、歓迎パーティー始めちゃう。妙にテンション高えな。実は見つけちゃった。あれ、カセットコンロじゃん。鍋とかできないかな。
我が輩賛成。同じ鍋の飯的な。肉が入ってりゃ何でもいいぜ。締めはおじやで頼む。三つ葉多めでな。ダメかな。やった。じゃあ鍋で決定。んじゃ買い出し行くべ。まず銀杏とワンタンの皮だな。買い出し私たちで行くから、おじさんからお鍋借りといてくれる？後で割り勘ね。賑やかな歓迎会になりそうだな。鍋を借りてコンロも出しておこうぜ。飯は大勢で囲んだ方がうまいからな。あんちゃんだっけ？あの子、いい子だな。いや、さっきちょっとは話してさ、友達帰る場所がないんだってな。止めてやってくれって頼まれたんだよ。居候から頼むんじゃかわいそうだからって言って。優しい子じゃねえか。鍋ならどっかにあるはずだ。探して持ってけ。あ、見つけたか。買い出し組も戻ってくる頃だな。あとは勝手にやってくれ。一応しばらく下にはいるが、火の扱いには気をつけろよ。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。味薄いね。でもよかった。いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない？塩分足りてないんだよ。そう見える？でも、もし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。斑目画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。人の心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても？何急に。別に。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。言いたいことわかるよね。勉強していい大学に行く。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。こんな時に。はい。うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私
だあ、もう食えねえ。美味だったぜ、アンドの。きっといいお嫁さんに。ごめん、ソファ借りる。なんだ、ユウスケ。締めをやってないぞ。うどん屋、おじやは。いや、今度にしとけ。寝るの早っ。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時に龍二、アンとはどういう関係だ。あ、別に同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドのはどんなだったんだ。そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは勝手に嫌うし、地味なやつは近づかない。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ。俺ら互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。ただの親不孝者の話だけど、小さい頃親父が消えちまってさ、ずっとおふくろと二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになっておふくろに楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すっげえ親不孝者だろ。高一の時鴨志田に手あげちまって、それでおふくろ学校に呼び出されてよ。教師連中から言いたい放題言われてさ、その時おふくろじっと我慢してた。あの時のおふくろの顔、今でも忘れらんねえ。帰りに謝られたんだ。片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあ、寝てるっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかったな。このガキ、訴えてやる。これ以上するなら、あのお金のこと告発しますよ。いいんですか。そんなのお前が勝手にやったって言えばすぐ話だ。嘘だって、私は指示の通りに。俺を誰だと思ってるんだ。そんな。おい、お前、警察にこう証言しろ。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら分かってんだろうな。そんな。黙れ、貴様は終わりだ。俺に逆らったらどうなるか、お前らに思い知らせてやる。すみません、通報があったんですが、何かありました？あなたはどういう状況だった。警察の方に説明してやってくれ。そこの少年が突然殴りかかってきて、この人を強く突き飛ばしました。それでこの人が怪我を。だそうですよ。それと俺の名前は一切出ないよう処理してくれたわい。どういう意味かわかるよな。ああ。おい、確保しろ。わかりました。出るだけで腹立ってきやがるぜ。くそ、たったそんだけで障害かよ。
女の方もひどいな。だんまりを決め込んだわけだろ。そういう奴の心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えやしない。ありえねえ。世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉いやつらが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれずに俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああそうだぜユウスケ。そのために授かった力だろ絶対。いいんじゃないか。仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの。あっと悪い起こした。ううん別に途中から起きてたし。けどなんか不思議。聞きながら思ったよ。みんなのこと昔から知ってる気がする。これって似た者同士だからかな。まあろくなもんじゃねえけど。似た者同士か。我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。何言ってんだ。お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね。絶対そうに決まってんな。それはどうかな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする。すごくずっと昔から。なんか不思議でうまく言えないけど。怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ。勘違いすんなよ。お前らに強くなってもらわないとメメントス探索どころじゃねえからな。いじけたり選ぶったり忙しいやつ。ねえやろうよ本当に。私行けるとこまで行きたい。ダメな大人を懲らしめて困ってる人たちを勇気づけたい。私たちにしかできないこと。足りめえだ。怪盗団を続けていれば俺も成長できる。絵描きとしても人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。ってことで改めてよろしくリーダー。もうこんな時間。今日はこの辺でお開きにすっか。あーそうだ、マスターが泊まってけって言ってたよ。それはありがたい。お前が説得したんだろ。さすが親父キラー。超嬉しくない。風呂に入らないと寝られないが。銭湯あるから行ってこいよ。我が輩は行けないけどな。へえ、いいかもな。アンはどうすんの。あんたたちだけでどうぞ。じゃあねモルガナ、おやすみ。ちくしょう、早く人間に戻んなきゃ。誰かに取られちまう前に。やっぱ広い風呂っていいぜ。あんも来ればよかったのにな。ちょっと暑い気がするが。じいさん暑いの好きだからな。まあそのうちやめんだろ。そういえばさ、前から気になってたんだけど、お前ってアンのことどう思ってんの？女として。
いやそうじゃなくてよ、つーかお前ちょっと不健全じゃないの。下手なアイドルより見た目だけはよくね。アンにそれ伝えておく。やめてマジで。しかし早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ここんとこの世間の反応を見てるとちょっと考えちまうぜ。確かに目先を追うだけではただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。お、どうなんだ。俺がそんな戦略立てられるとでも。聞いた俺がバカだったよ。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし。それにしても、あっちんだよ。どんだけ入れりゃ気が済むんだよネットジジイ。俺も無理。とりあえず週明けにでも集まろうぜ。また連絡すっからよ。囚人、戻りました。主の前だぞ、姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし、実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。気づいているか、お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の個性への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の個性に励むがいい。サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。
怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田と斑目の事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。怪盗は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サエさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても？待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？え？ああ、なんつうか、ただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？理由か。似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で？世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは。お前さんとこの師匠、ああ元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから、何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか、じゃあ預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。やっぱり寮に戻るといいよ。
泣いて出てたさ。弱かったレーダー、そうだ。我が子を思う母親、いいじゃねえか。ホテルの壁で出だしの道に登場がいい。今度の見たら両面とも出かすんじゃないかな。それにしてもこの絵どっかで見る覚えがちょっと違う。おい、一人回転してんだからよ、ネコでも連れてどっか行ったら。どっちゃんどっかどっか行ってしまえ、周りによくできていた。
よし。よろしく頼むよ。
答えてごらん。新島さんから言伝よ。すぐ生徒会室へ行ってくれる？紛失物の届けが出てないから手続きしてくれって。そんなこと私に言われても困る。生徒会室は3階ね。図書室の隣にあるから。それじゃ伝えたからね。校長のお気に入りだか知らないけど、なんで私が生徒のパシリなの。新島ってお前たちを突き回してたやつだろ。一体何の用だ。はい、鴨下先生、それから斑目、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな？このまま続けて大丈夫？どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの、教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？それ認めているのと同じね。どうぞ。いつものとこで怪盗団の狩りな。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。お、も来た。あの子、友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高牧杏さん、それから斑目の門下生だった厚生高校2年生北川君だよね。
これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったらこっち。鴨志田とまだらめで酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも。どうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとかは見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなことわかってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、リュウジ。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユースケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。ということで、やっと区切りだった感じですね。区切りなんかドラマのようにこう進んでいくというね、終わりの気が見当たらないと。やっとあとセーブできるような感じですね。やるか。ということで、ちょっと先も気になりますけど、明日の放課後の、ね、屋上気になりますけど、一回今日はここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。